さんこんにちは。それでは、お時間になりましたのでインスタライブ配信始めていこうと思います。皆さん聞こえますか？聞こえますか？あ、聞こえます。ありがとうございます。はい、それでは今日はカリフォルニアアシカのトイくんの配信をしていきたいと思います。はい、さて皆さんですね、最近ステイホームが続いて体なまってたりしませんか？はい、突然ですがはい、結構ですね、お家でずっといるので、はい、ストレス溜まってたりとかもするかもしれません。え、今日はですね、トイと一緒にみんなで体を動かそうという企画です。はい、それではですね、はい、こんにちは、ありがとうございます。はい、それでは、今日、頑張るスタッフ紹介していきます。はい、今日はですね、こちら平間トレーナーが皆さんと一緒に体を動かしていきます。そして、はい、トイくんも今からやってきてくれます。こんにちは。はい、私もですね、自粛期間で結構体重が増えてしまいましたはい、平間さんもうなずいてますねはい、今日はトイと一緒に体を動かしていきましょう。はい、やってきてくれました。こちらがカリフォルニアアシカのトイくんです。はい、それではですね、早速トイと平間トレーナーと一緒に体を動かしていきましょう。はい、それではまずはウォーミングアップです。はい、まずはウォーミングアップ。はい、まずはその場で駆け足をしましょう。軽く駆け足、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、皆さん体温まりましたかね？大丈夫ですか？はい、トイくんこんにちはというコメントも来ています。トイくんも頑張りますよはい、それではですね、今度ははい、失礼しました。それではですね、今度はお尻をフリフリする運動行ってみましょうか。はい、こんな感じでお尻をフリフリフリ、いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、皆さん腰周りの筋肉もね、柔らかくなったんではないでしょうか。はい、それではですね、続いての運動です。続いては、はい、じゃあ今度は背中の運動いきましょうか。背中を後ろにぐいっと反らします。はい行きますよはい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、皆さんお疲れ様ですはい、これでね、背中の凝りも多少はほぐれたんではないでしょうか。はいはい、ありがとうございます。じゃあ今度はですね、腕立ていきましょう。今度は腕の運動です。はい、今度は腕立てをやっていきましょう。はい、皆さん準備はよろしいでしょうかはい、じゃあ行きますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、お疲れ様でしたはい、トイくんは全然軽々やってますが、平間トレーナーちょっと疲れが見えてきましたねはい、それではちょっとここで休憩タイムにしましょうか。はい、ゴローン、はい、はい、休憩、ゴローンはい、皆さんもちょっとは、はい、体ほぐれてきましたかね。
オッケーですかね。はい、じゃあちょっとさっき腕使ったので、あ、腕を使いましたので、腕もちょっとブラブラしていきましょうか。腕ブラブラ、はい、腕にもね疲れが溜まってると思います。ブラブラはい、ありがとうございます。はい、それではですね、ちょっと休憩タイムということで、じゃあ皆さんとも少しお話ししていこうかなと思います。はい、じゃあちょっとここで質問コーナーとしましょうか。はい、皆さん、トイ君に何か聞いてみたいこととかありますか？トイ君と一緒に、はい、遊んでいるのは千葉トレーナーですね。あら、あ、こういう、すいません、ちょっと慣れていない。はい、トレーナーさん頑張れと来ていますね。ありがとうございます。頑張ります。はい、皆さん結構ね暑いですね。はい、熱中症気をつけてください。いや、1日何キロ食べますか？ご飯何キロ食べますか？今は8キロぐらい食べてます。はい、今8キロくらい食べてるんですね。じゃあトイ君の体重どれくらいですか？今100キロも超えてるぐらいですね。120ぐらいあります。体重120キロ。はい、あはい、じゃあちょっとトイ君は一回お家に帰りましたね。トイの特技じゃあ顔はい、トイの特技はですね、はい、そうですね、皆さんがよく印象に残ってるのは笑顔だと思います。トイ君のじゃあ得意技の笑顔を披露してもらいましょうか。帰ってきてくれました、はい、じゃあ特技を見せてください。に見えますか？笑顔でーす。はい、こちらがトイの特技ですね。可愛らしい。そう、あ、トイ君の暑さ対策何かありますか？吹きてますね。そうですね、例えば今だったら大きな扇風機をちょっと置いて風を当ててあげたりとか、あとちょっと氷を少し溶かして角を落としたのをたまにあげたりしてます。はい、扇風機とか氷とかで暑さをねしのいでるんですね。動物も暑いの嫌ですもんね。はい、はい、さあそれではですね、じゃあそろそろ休憩もおしまいにしまして、じゃあ次の運動も行ってみましょうか。準備よろしいですか？あ、準備バッチリみたいですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、今度は、はい、結構ですね、全身を使った運動行きましょう。はい、ジャンプして頭の上で手を叩いてみましょう。はい、じゃあ皆さん、じゃあこれは3セット行きましょうか。3セット行きますよ。じゃあまず1回目、せーの、それ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 、はい、頑張れ頑張れ頑張れ、はい、はい、お疲れ様でした。トイ君もちょっと疲れちゃったみたいですね。はい、キラマトレーナーも頑張ってくれています。暑いですね。皆さんはお家で涼しいところでやってみてください。はい、帰ってきてくれました。トイ君はまだまだ余裕そうですね。はい、涼しい顔してやってますね。はい、じゃあですね、最後は上級編です。最後は全身の力を使って倒立を見せてもらいましょう。はい、平間さんはちょっときついということで、じゃあトイ君に頑張ってもらいましょう。それかっこいい倒立見せてくれました。はい、皆さんもね、できたらお家の壁とかでもやってみてください。はい、かっこいい倒立見せてくれました。じゃあもう一回行きましょう。せーの、それー、はーい、バッチリです。はい、トイ君120キロぐらい体重ありますが、腕の力とっても強いです。倒立も軽々とこなしてくれました。余裕の表情ですね。にはい、ありがとうございます。はい、それでは最後は、深呼吸、最後は深呼吸をして運動を終わりにしましょう。
はい、じゃあ皆さん鯉のお顔にご注目ください。吸って息を吸って吐いて吐いて深呼吸、吐くのが多いですねはい、じゃあもう一回息吸いましょうか正面から、はい、よー、吸って吸って吐いてはい、皆さんも深呼吸できましたか。はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。はい、ペコリ、はい、ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。はい、それではですね、はい、今日の運動終了にしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。投げキッスです。はい、トイ頑張りましたね、ありがとうございます。はい、それではですね、あ、トイくん、トレーナーさん、お疲れ様お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。はい、今日頑張ってくれたのがこちらのトイくんと、はいはい、体を張ってくれましたひらまトレーナーと、はい、そして千葉トレーナーでした。はい、ありがとうございました。はい、それでは皆さん、ご覧いただきどうもありがとうございます。はい、またですね、次の配信でお会いしましょう。明日はペンギンの配信を行う予定です。はい、ぜひ明日も見てくださいね。はい、それでは以上で終了させていただきます。どうもありがとうございました。